どうも、こんばんは、ヤヌムです。今回は東京グルリインボーク最強降臨ムカデ討伐クエストに、こちらのパーティー、名付けて東京グルヒロインズで、挑んでいきたいと思います。使用しているキャラクターは全て東京グルに登場する女性キャラクターのみですね。で、RE から登場の、RE 版ひなみとトーカーで、最後ですね、入れてます。他のキャラクター、ムツキとかは持ってないんですね。ガチャから出なかったですね。引いたのかな、俺出た時。あんま覚えてないんですけど。まあ、とりあえず、これでムカデ攻略していきましょう。まあ、アタッカーと呼べるのかどうかはわからないんですが、まあ、一応真ん中にリゼで、左後ろに、アキラ置いてるんですけど、うまく使っていけるかな。まあ、大事なのは、麻痺らせることだよね。麻痺させて、エトで攻撃力をダウンさせること。あとはまあ出血で粘ればいいの、粘れるかなと思うんですけど、一応サイコと、まあトーカもいるし、アルイのひなみもいるし、回復要因は3人いるんですよね。まあとりあえずブレイクさせることが大事なんですが、これできんのか、ブレイク。これブレイクできないような気がする。ああ、これブレイクできないんじゃね？結構難しいような気がするぞ。あ、難しそうやな、これ。難しいと思うから、あーマジか、どうしようかな、これブレイクできなそうだな。サイコのスキルを発動させましょう。これでどれだけ耐えれるかわからんけど、防御力をアップさせて、今RE の投下は、今の占領戦の報酬かな、ポイント報酬で、1億ポイントまでいくと突れるのか、あれは。あんま見てない。おっとやばい、マジでエトばっか狙わないでお願い。これ前衛か、やられたな、強すぎる。待って待って、よし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 、いいね、助かったぞ、助かったんだが、エトがこのターンたまるかと言われればたまらないような気がする。だよね、エトたまんないよね、これ。微妙いんだよな、どうしよう、めっちゃムズなんだけど。ここはエトを下げるか、エト大事なんだよね、エトを下げるか、リゼを出してブレイクまで持っていけるかどうか分かんない、正直。ブレイクゲージ、ここは一旦アキラ出すか。あいつエトを執拗に狙ってくるからな、あのムカデ許せねえ。ブレイクさせたのまずいかな、駆逐じゃないからな、耐えればいいって問題じゃないんだよな。短期決戦、短期決戦ガンガン削っていかないと。削る要因いないじゃないか、これこの前衛は全然削れてないんだが、とりあえず投下で回復するか、ちょろっとだけね。まあそんな食らってないな。お待たせしました、回復、まあ、とりあえず回復して、まあ、このターンはエトを出して相手の攻撃力をまず削ろう。そうそうだ、まあできれば麻痺&出血もしてほしいところ。出血麻痺両方しましたね、 OK で、エトを回復させていきましょう。まあどうしてもこのパーティーだと耐久戦になっちゃうんでね、ちょっと熟練度も、サイコ0でしょ。エトはまあ熟練度 100% なんですけど、トーカが20で、アキラが60、ヒナミが0で、リゼが60かな。まあ、防御力上がってればまあなんとかなりそうではある。ブレイクされたら知らん、俺はブレイクされたら知らんぞ。待ってね、これブレイクできるから、リゼ出して、あ、やべ、しくった、あー、そうか、ブレイクしちゃったか。まあいいや、一応防御力上げて、回復しつつ防御力を上げていく、いいぞ。いい戦いっぷりしてる、なかなかギリギリの戦いっぷりしてるな、このヒロインズたち。麻痺ってほしいからリゼ使いましょう。シフトの数もギリギリだな。いいよ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 、まあまあ削れてる。
このターン多分サイコはブレイクしてしまうな。武器耐久値が残り1しかねえから、あ、相手スキル打ってこなかったの、麻痺かな。武器耐久値すらも回復しなかったんだが、これ一回サイコ下げてもいいな。サイコ下げよう。まあ回復する必要はあるわ。エトが結構削られてる。で一回サイコ下げてひなみを出しましょう。やっとひなみの出番で、これひなみのスキル打つと自分のガード率、回避率かな、何上がるんだっけ。自分のガード率 10% ですね。 10% アップさせて 12% 全衛回復と。出血してくれ。ドロッ、うん、出血しましたね。ここ削っていってもいいが、削りましょう。もう次のターンで決着つけようか。オッケー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 。なんとかまだ一人も倒れてないぞ。一旦目とかめちゃくちゃ危なかったけどな。攻撃力ダウンしてからだいぶ戦いやすい。てか最高の防御力アップが優秀。積まなきゃ。オッケー、じゃあ畳みかけていきましょう。まあこのターン決着つけれないかもしれないな。微妙いぞ。無理っぽいな。いや、いける。アキラがスキル打てる。見せてやれ。俺アキラ使うの初めてかな。スキルちげえか。あー削りきれないが、お、削りきたか。まあこんなものか。なんとか勝てましたね。いやこれ定期的に使っていこう、このこのパーティー。熟練度をもうちょっとねゴリゴリ上げつつ、定期的にこのヒロインズパーティー、いつか RE のキャラクターだけで東京グルヒロインズを組みたいですね。はい、ということで、今回は、ムカデ、駆逐のムカデ A を東京グルヒロインズでクリアするという動画でした。でまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。